トランプ政権。はい。はい。米中合意で騙されたトランプですか。はい。これももう簡単に説明したいと思うんですけど、一応米中合意、一応第1弾、フェーズ1っていうところは、一応合意したということになって、トランプ、まあそのおかげでちょっと株価も上がったりとかいう事件、うん、事件というか、その事案がちょっとありましたけど、はい。これね、まあ、石平さんは確かこれ中国側にとって厳しいものだっていう、まあ、ある程度評価する、意見をどっかで書かれてたと思うんですけど、はい、アメリカ側では、これやっぱり、非常に今回の、まあ、トランプに対して、まあ、トランプに厳しい人たちが、まあ、言ってる部分はあるんですけど、はい、今回の米中合意、やっぱりトランプって騙されたんじゃないかという意見がありましてですね。はい。うん、はい、で、どこから出てるかというと、ネオコンの人たちがですね、はい、そういうことを言ってる。マックス・ブートという方が僕、まあ、よく知ってる、はい、ネオコンの、中心的な人物がいますけど、今、ワシントンポストにいろいろ書いてる人なんです。これ、今回の、彼の評価としては、中国側にとって非常に都合のいい、合意だったんじゃないかというふうに言い切ってます。はい、で、まあ、確かに彼は、トランプが、その中国に敵対してってくれた点に対しては非常に評価してる。やっぱ言ってるんですよ、うん。ところがですね、今回の合意では、これ3点彼も指摘してるんですけど、本質的なところまでは手がついていないと。で、その3点とは何かというと、1、経済面での、まあ、盗みやってるわけじゃないですか、この中国が、はい。それの、ね、いわゆるその中国の悪い態度の強制に関することは何もできてない。はい。ことですよ。盗み的なところは全然、強制できてない。はい、パクリをやめてないですからね。パクリやめてない。2番目、東アジアにおける軍拡は南シナ海とかですね。それに関する話もやっぱしてないと。そうですね。これ2点目。はい。で、3番目、これはウイグルに関するものですよ。人権侵害です。はい。まあ、中国は完全に人権侵害に関しても、はい、突っぱねてる状況ですから、うん、こういうところ解消を、まあできてないと。で、まあ貿易赤字のね、解消とかレトリックに、まあトランプ が使ってるんですけど、実際は今でも貿易赤字って拡大中じゃないですか、中国との。はい。トランプってほら、中国と貿易赤字だからもう中国はしっかりやんなきゃ、叩かなきゃいかんってことを言ってた割にはですね、うん、貿易赤字そのものは今、実はトランプ政権に入ったから、ますます拡大する一方っていう事実があるんですよね。はい、で、しかも今回の貿易戦争で中国って実はサプライチェーンが切り離されたことによって逆にその強化してる部分が中国側あるわけですよ。うん、別のもうアメリカに直接行くんじゃなくてベトナム回すとか、そういう方ができてるんで、うん、中国側むしろ喜んでんじゃないかって指摘 してるんですよね。はい。まあこういうこともありつつですね。まあだからその、なんて言うんですかね。ただ僕ね、こういうのを見てて、アメリカってやっぱりその、僕、この記事をやっぱり全般的に見てて思うんですけど、アメリカってその一回突き進むと、それが、うん、まあ、米中冷戦っていう構造がありますけど、これルトワックが言ってたように、はい、中国共産党を潰すまでやるっていうのは、僕これ猫の人たち見てると分かる気がするんですよ。なぜかというと、はい、今アメリカの人たちってこういうふうに意見をいろいろ戦わせるんですけど、うん、一番分かりやすいのは結局中国を攻めることだってことにどうしてもなっちゃうわけですよ。はい、そうすると最終的に行き着くところってやっぱ中国共産党を潰すしかないというか、無意識に彼らは潰す方向に行ってるんだなって、僕こういう記事を見ると常々感じるんですよ。だからアメリカって、はい、そう、アメリカっていうのはそのいろいろ議論をしてって、まあこれがな、うん、どこにまとめるかっていうのは実は意見がいろいろあるから、うん、その、はい、定まらないうちに、うん、結構過激なことをやってどんどん中国を追い詰めて最終的には、うん、中国共産党を崩壊させるってとこまで行くんじゃないか。で、それが和田さんのやっぱ言ってるような、はい、その第二次大戦の時に日本をやっぱりこれを追い詰めた、はいはい、で、順番で、あれ意識して、はい、まあ攻めてた部分はもちろんアメリカ側は僕はあると思うんですけど、うん、今回のやっぱ見てて、まあ前回もその、うん、同じなんですけど、意外とアメリカ側ってその、はい、勝手にやってることで相手をものすごく追い詰めてるって僕非常にあると思うんですよね。なるほど。で、それが最終的に、はいはいはい、今回のだと妥協してると、結構その、はいはい、要はパクリをやめさせるとか、東アジアに対する軍拡とか、あと人権侵害、はい、チベットウイグル香港問題を言ってないっていうところで、はい、アメリカが結構引いたんじゃないかと思われてたけども、そうでもない、はい、そうでもないんですよ。だこういうふうにマックスブートみたいに批判する人出てくるでしょ、うん、そうすると批判する人は、うん、あ、それはそうだなってやっぱ人が出てくるわけですよ。はいはいはい。そうするとですね、あ、うん、じゃあやっぱりトランプまだ足りないっていう人がいて、そういう人たちがどんどん中国側に、うん、まあ、無意識的に詰めていっちゃう部分があるんですよ。押してっちゃう部分がある。なるほど。そうすると、どん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 それがドミノ式に進むことによってですね、本当はだ、うん、中国、アメリカはもう、妥協した方がいいのかもしれないですよ。うん、でも、その、
アメリカってその辺が操作が実はうまくなくてですね、どんどん過激な方によって最終的にソ連潰しちゃったじゃないですか。はいはいはい。だからトランプが、トランプじゃない、ルトワックがそういうふうに言ったのは、そういうとこなんじゃないかなと僕思ったんです。つまり、アメリカってうまく自分たちのことを自制して、ちょうどいいところで手を打つっていうのは、実はできない民族で。最終的に潰すとこまで行っちゃうっていう。要するに、ハトウォーミングの話だということですね。まあまあ、そう、どちらかというと僕はそう、はい。それが僕はいいのかどうかは別に置いといてんですよ。置いといてるんですよ。はい。はいはい。はい、実は、アメリカに、そう。こうやって、逆の意見が出ることによって、はい、監視してる人がいるから、向かうとこ向かってますよと。そうですね。そうです。はい。僕はだから無意識にアメリカはその議論をすることによって、実はどんどん過激な方向に行って、はい、最終的に中国共産党を潰してしまうんじゃないかという。見落とさないよと思ってます。はい。そうです。なるほど。わかりました。そういうことなんですよ。だからまあ、ハートウォーミングっちゃハートウォーミングかもしれないですけどね。はい。トリプルインベージョンというか、はい、サイレントインベージョンと、はい。マジックウェポン。はい。そして、クローズドパンダ、ね、はい、この3つを徹底解説してですね、はい、どのように中国が静かにですね、うん、他国を、まあ、静かにじゃなくて結構ノイジーになって、もうだいぶノイジーになってきましたけど侵略、日本のメディアではほとんど取り上げられてはいないという、はいはい、悲しい現実がありますね。孔子学院を使ってとかね、はい、やってきたっていうところを、まず日本国内で、はい、本来、はい、シンクタンクがあって、はい、こういう分析をしてなきゃいけないんですよね。実際にそうです、ね、オーストラリアはこういう本が出てきてるんですよ、うん、出てきてます、はい、でニュージーランドも、はい、分析されてるレポートが出てる、はい、先生お願いします。でそうで、クローズバンダー、はい、カナダも出てきてる、ね、こういうレポートが日本に、はい、日本でどういうふうに侵略されてるかっていうのは、はい、日本側もやんなきゃいけないんですけど、はい、まずその欧米のやり方は我々がこうやって奥山さんがね、はい、ね、まとめました、はい、読んでまとめて、だからここを土台として、うん、日本がどうやって中国から侵略されてるかというのを、はい、研究する人が出てきてくれたらいいなということで、そうですね、はい、ここまでは我々やりましたと、はい、そうっす、はい、ここから先もやれよと言われるかもしれないですけど、はい、そうじゃなくてここまで英語の情報を引っ張ってきて、はい、ここまでこういう状況をやりましたと、そうですね、というところですね、はい、はい、で現地も見に行きましたし、はい、そうですね、はい、まあ、そういった要素、ニュージーランドはこれからですけど、そうですね、はい、基本オーストラリアとカナダは、はい、我々も現地取材をそうですね、もうすでにやってきましたので、はい、まあ、その成果も踏まえてこちら入っております、はい、そういう情報がね、はい、そうですね、はい、はい、まあ奥山さんから何か一言ありますか。トリプルインベージョン、この3つなんですけど、その日本の中でも、はい、もちろん中国陰謀系の本とかはいっぱい出てますけど、はい、これはしっかりこの3つに共通するのは、はい、全員学者としての、まあ、1人はジャーナリストの方ですけど、はい、基本的に公開情報も使って、はい、どうだっていうところまで全部取ってるので、はい、そのアプローチの仕方として非常にその学術的でもあるし、はい、信頼のおける本なんですよ、はい、この3冊とも、はい、3冊、まあ、1冊は論文ですけど、はいはい、でその成果をまとめてこう出したので、はい、日本でも同じようなものをやっぱ出してもらいたいというところの願いも含めてですね、はい、我々一回この3カ国の侵略されているケース、はい、でこの手口がですね、おそらくですけど、まあ、最後にちょっと日本のケースもちょっとだけ僕らは触れてるんですけど、はい、まあ、大体どこでも同じことやってるんですね、はいはい、でそれをこれから日本側もその気づいてやっていきましょうよと、はい、そうですね、いう提案としてのこの3カ国の、ね、比較研究というところを今出したわけですけど、はい、そういうところも含めてですね、これから日本側がその侵略されないようにもっとしっかりやっていきましょうという、はい、提案として、はい、出してみました。まあそうです、はい、本来、まあ政府がね、はい、外務省の中で研究したりとか、はい、あれだけね、はい、ODA とかでばらまいて予算があるのに、はい、こんな仕事全然しないんで、シンクタンクとかに、ね、ね、言ってやらせるべきなんですけど、うん、まあ、ちょっと日本にはそれがないので、はい、ちょっとまあ我々が民間シンクタンクというわけじゃないんですけど、はい、イベントをやったんで、はい、まあ、ちょっとそれを支えたいなという人も買っていただきたいですし、はい、当然これ聞いてね、はい、勉強して、はい、自分が研究者になりたいと、はい、まあ、もちろんその今これ聞いたら、はい、日本ではトップクラスの研究者、いきなりになります、この3つをちゃんと解説したものはないわけですから、はい、日本でもまだ翻訳本も出てないわけですから、 そうですね、それを言えばトップクラスのね情報を持った状態になると思いますので、そこから先にまたね、いろいろ研究していく上でもやっていけるし、あと、まあ、当然我々のね、はい、対話でやってるので、うん、分かりやすく、聞きやすいですね、素人の人でも分かりやすくやってるという状況ですので、はい、ぜひ聞いていただけたらと、そうです。